ラッピーでもわかるロードトゥエピソード6。アークスの皆さん、こんにちは。現在配信中のエピソード5も終わりを迎え、いよいよエピソード6が始まります。この動画ではエピソード5運営期間中に実装された改善や修正点をおさらいしながら紹介していきます。エピソード6では新クラスファントムが実装されるなど、様々な新要素の配信が予定されていますので、しっかりと復習してエピソード6に向けた準備をしていきましょう。エピソード5開始時に後継クラスヒーローが実装されました。そしてその後、ヒーローと戦闘力が並ぶようにハンターやレンジャーといった通常クラスも大幅に強化され、各クラスの役割が明確化してとても遊びやすくなりました。まずは全通常クラス共通の強化ポイントをいくつかご紹介します。クラススキルネクストジャンプを習得すると2段ジャンプが可能になり、どの武器でも高い位置でより戦いやすくなります。さらにクラススキルファーストアーツ JA アディションやテックチャージ JA アディションなどを習得すると、最初に放つ攻撃がジャストアタックになります。これによってフォースなどでテクニックを打つ際、最初に空振りをしてからチャージをするといったことがなくなりました。またエネミーに接近する際に有効な接敵用フォトンアーツの速度が上昇し、より素早くエネミーに近づいて攻撃することが可能になっています。そしてレベル80で解放されるクラススキルハイレベルボーナスを習得することで、全ての攻撃が強力になり、戦闘力を大幅に向上させることができるようになりました。エピソード5では各クラスにレベル85で習得できる強力なクラススキルが新たに追加されました。ここからはその中からいくつかピックアップして紹介していきます。まず1つ目はファイターです。ファイターはレベル85でリミットブレイクインシュランスを習得できます。このクラススキルはリミットブレイク中に戦闘不能となるダメージを受けてもヒットポイント1で耐えることができます。その際リミットブレイクは解除されますが、生存率が高まり、デメリットだった戦闘不能になりやすいというリスクが軽減されました。次はガンナーです。ガンナーはレベル85でアナザーエスロールアーツモードを習得できます。このクラススキルは既存スキルエスロールアーツの威力が上昇し、さらに範囲攻撃に変化。これによりガンナーが苦手だった範囲攻撃をカバーできます。次はテクター。テクターはレベル85でパーティーアシストを習得できます。このクラススキルは自分が使用したシフタデバンドの効果がフィールド内のパーティーメンバー全員に有効になります。効果範囲が大幅に広がり、味方への支援がより強力なものとなりました。他のクラスもレベル85で習得できるクラススキルはどれも高性能ですので、習得することで戦闘の幅が大きく広がります。まだ未習得の方はこれを機会に習得を目指してみてはいかがでしょうか。なおエピソード5ではクラスレベルの上限が90まで解放されました。クラスレベル上限を85まで解放すると90まで自動的に解放されます。まだクラスレベル上限85を解放されていない方は、称号盤石なる防具の創造種を獲得し、コフィーのレベル解放クライアントオーダーを達成してクラスレベルの上限を解放しましょう。またロードトゥエピソード6の期間中は、経験値が多く獲得できる各種ブーストイベントやキャンペーンも実施中ですので、この機会にぜひ複数クラスでのレベル90達成を目指しましょう。経験値獲得100万が入手できるキャンペーンも開催していますので、ファントムに向けた準備をするのも良いかもしれませんね。レベルを上げてクラススキルを覚えても、持っている武器やユニットに不安がある方もいるかもしれません。でもご安心ください。エピソード5では一部の高レアリティの武器が入手しやすくなりました。まず星13以上の武器の入手方法について紹介します。
ゲートエリアにいるレオンティーナに話しかけると、レオンティーナ証書と星13武器のレイシリーズを交換することができます。レオンティーナ証書は季節イベントごとに配信されるアークスビンゴカードの表をコンプリートすると入手可能です。ロードトゥエピソード6の期間中はビンゴの配信はありませんが、キャンペーン中につきログインするだけでレオンティーナ証書を入手可能です。レイシリーズは強化値プラス30の状態で手に入りますので、すでにレイシリーズより強い武器を持っている方にも強化用素材として有用ですね。次にショップエリアにいるジグに話しかけ、新生武器の入手を選ぶと、過去にドロップでしか入手できなかった星14武器の一部と各種紋章が交換できます。覇者の紋章はエクスキューブ交換ショップ、おすすめクエストのクリア報酬、ボーナスクエストドロップ、レイドボスのドロップから。王者の紋章はキャンペーンやエピソード5に登場したレイドボスからのドロップで入手可能です。紋章ごとに入手できる武器が違いますが、王者の紋章は覇者の紋章に交換することができますので、うまく活用して欲しい武器を入手しましょう。そしてエピソード5では新たに星15武器が配信されました。星15武器は現在3つのシリーズが存在しますが、それぞれ入手方法が異なり、当然ながらどれも入手難度が高めです。そこで現在星15武器アトラ・イクスシリーズが入手できるキャンペーンがロードトゥエピソード6期間内で実施中です。お題をクリアすると星15武器を確実に1つ入手することができます。これを機にぜひ星15武器をゲットしましょう。詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。このように高リアリティの武器も比較的入手しやすくなっていますので、エピソード6が始まる前にファントムが使用する刀、アサルトライフル、ロッドの高リアリティ武器を揃えてみてはいかがでしょうか。続いてユニットの紹介です。星12ユニットの中では入手しやすいサブステラウォールがおすすめです。このユニットはいずれかのクラスレベルを75にした時の称号報酬で入手でき、しかも一度に3つもらえるので、リア、アーム、レッグを全て揃えることができます。さらにロードトゥエピソード6の後半では高性能な星12ユニットオフゼシリーズが入手できるキャンペーンが実施されますので、ぜひこの機会に入手を目指してください。他にもエピソード5ではゲージを貯めなくても使える略式複合テクニックや、チャージ段階で使い分けができるウォンドのフォトンアーツヘビーハンマー、ダークバルスの力を宿し解放して戦うダークブラストなど、様々なコンテンツが配信されました。そしてレベルも上げて強い武器も手に入れた方は、エンドレスクエストや領域調査、異世界の斬首など超高難度クエストにも挑戦してみましょう。また戦闘以外の面では素材倉庫の機能が大幅にグレードアップし、倉庫内からの直接交換やオーダーの報告などができるようになりました。さらに利用券をスタージェムで購入することができるようになりましたので、まだ素材倉庫を利用されたことがない方はぜひ一度その便利さを体験いただければと思います。さあ皆さん、エピソード6を迎える準備はいかがでしょうか。ロードトゥエピソード6の各種イベントやキャンペーンを楽しみながら、万全の状態でエピソード6に臨みましょう。以上、ガイド役は長谷川結衣でした。最後までご視聴ありがとうございました。